認知症になったら人生終わりだと思っていた。ここに来るまでは。豊子さん、僕のこと覚えてますか？あ、お兄様大丈夫だから。何叫ぶってんの？皆さんに来ていただき本当にありがとうございました。怪しい同士好きじゃないからいい。山下の川の海が分かんないよ。いいじゃない、それスズメ。東京が出てきて、こんにちは。首が落ちちゃったんだよね、うん、私がお父さんでもありお母さんでもありお姉さんでもあるみたいな。私これが好き。うん、よかった。利用者さん同士も比較的仲いいですもんね。ここ違うんだよ、違う違う違う。あのさ、ゆっくりでいい君に。なんてついしてんのここ。なんなのかなと思って。世界からも注目されるアオイケアの1年間のドキュメンタリー。僕とケア人とおばあちゃんたちと。